おはようございます。キリキリラジオスピンオフ企画、朝絞り9位ニュースをお送りいたします。夏メロ9位です。本日は2023年3月7日火曜日です。本日のトップニュースは、銭湯をリノベーションしたカフェレボン開催へ行ってきたです。東京は台東区下谷に銭湯をリノベーションしたカフェを発見しました。下駄箱からしていかにも銭湯、昔懐かしい感じです。ここは明治末期から2016年まで実際に銭湯として営業していたそうです。その後建物の老朽化などもあり閉業するのですが、オーナーさんの人々の記憶が詰まったこの建物を未来に残したいという思いからカフェにリノベーションし現在に至るようです。内装は銭湯を生かしたアットホームの作りですね。なんだかいい気分。ここで注文したのはなんとキウイアイスとコーヒーのセットです。キウイアイスはキウイ的にマストです。これは食べねばなりません。そんなアイスにぴったりのコスタリカ産コーヒーはとっても爽やか、まるでお風呂上がりのようなさっぱりとした爽快感あるセットでした。東京の下町ってこういうお店があるから楽しいんですよね。今日も一日皆様も爽やかに過ごせますように。深夜帯の皆様もお風呂でさっぱり疲れを取ってくださいね。